皆さん、僕ゲームでございます。ウィで2020 PS4 ドリブル講座やっていきたいと思いますということで、2020初ドリブル講座、今回はおそらく今作のね、2020で一番使うであろうボタン、まあね、新技とかも紹介していきたいと思います。さあ、ということでやっていきましょう。まあ、今作がドリブル突破がね非常に難しいというか、まあ、毎作ドリブル難しくなってる気がするけど、フィニッシュドリブルという2020から導入された新ドリブル、ミニセックスがあるんですけど、今回はね、それじゃなく結構シンプルな、ただ多分今作一番使うし使いやすい、ね、R1 ボタンについて解説していきたいと思います。まず R1 ボタンといえばダッシュですね。ダッシュドリブル、この R1 を押しながら左スティック倒すと選手はね、早い状態でドリブルできると。そしてお次がですね、ここなんですけど、今までとちょっと変わった R1 の仕様、パスをもらったり、まあ、ドリブル中に今までだとね、 R2 押してたらゴールに対して正面前向いてたんですけど、今作からはね、 R1 ボタンで前を向く、このねモーションが一つ増えましたね。ドリブル中にも R1 を今作1回押していただくと、このように停止ができる、ゴールに対して正面向きながら停止すると。そうだ、これもねやっぱ今作結構使うというか、前作まで R2 だったのが R1 になってるんで、そう、今回は R1 を2020では今まで以上にね使うことが多くなりそうですね。はい、ということでお次が R1 の基本的な使い方ラスト、こちらのバーストドリブルですね。バーストドリブル、 R1 を2回連打プラス左スティックでドリブルしたい方向を倒してあげると、ちょっとスペースにボールを出す感じですね。前作と同じような感じでバーストドリブルできますね。そしてここからが R1 のちょっと応用系というかコンボ系の形になります。今作の右スティックが前作でいうニアコンの役割もしてるんで、まあ、これフィネスもね右スティック同様であるんですけど、このニアコンみたいな感じで右スティックちょっとずらしながら縦にグイッと最後 R1 で、まあ、スティックごと持っていくと。そしてこちらが通常の低速ドリブル中にちょっと R1 を1回押してあげて停止してすぐストップ&ゴーみたいな感じですね。チェンジオブペース、前作だと R1 止まることはできたんだけど、このねゴールに対して真正面向くっていうことは今までしなかったんでね、普通に止まるだけだったんで、今作からこの低速ドリブル中にちょっとこう前を向くよみたいなところで一気に縦突破っていう、これですね、 R1 押していただくとちょっと止まる動きを見せる、この瞬間に左スティックをねドリブル倒してあげると、こういう縦一線のドリブルができるんで、今回はねこの R1 中心のドリブル講座ということで、ここからですねちょっと実際のオンライン戦で、まあ、突破してるシーンというか、ここね、まあ、やっぱ速い選手、特に、まあ、ドリブラー系だったりスピードある選手は一瞬で今みたいにちぎるというか、でこれ相手のカバーリ見なかったら、もうこれ1枚かわしちゃったら R1 ボタンなんで、ダッシュのね、モーションにもすぐ入りますし、そこでスピードにももう乗ってる状態作れるんで、かなり強い。簡単に言うとシンプルなも緩急ドリブルですね。でこの技、実際やってみると分かるんですけど、すごいね推進が一瞬グイッとつくんですよね。止まってる状態から、まあ、0から100に持っていくみたいな、ネイマールがね現実で結構やりますよね、この技。もちろん全部が全部突破できるっていうわけじゃないですけど、近いとね結構取られやすいっていうことあると思います。ただねここで少しディフェンスと距離取ってるシーンでも、これ一瞬で相手のタイミングずらしちゃえば突破できるんで、ただまあ相手タイミング非常にポイントになってくるんですけど、結構使える。そして基本的にこの技、右利きの選手だったら右足、左利きの選手だったら左足で最後突破の時は持っていく形を作るんで、 そうですね、そこを意識してもらえれば突破しやすいかなと。最初この R1 と左スティックの倒すタイミングですかね、これがね若干難しいというか、まあ、コマンド的には結構シンプルなんですけど、タイミングだったりね選手の動きに合わせてやるっていうのはかなり大事になってくるんで、でここはその R1 でね緊急停止だったり、まあ、緩急入れつつゴールの正面とか向きつつ、最後ここも R1 でダッシュからで、まあ、なんか全てが詰まったね神メッシのねゴールということで、この、まあ、まずここで R1 でちょっと緩急入れながら相手のディフェンスの、まあ、これ2枚来てるんで、ここどうにかずらしたいなっていう、ファーストをかけれないようにしたいなっていう、このどちらも曖昧なとこ作りつつ、今のも R1 ちょっと押して正面向くけどすぐ離して、ここからねまた1枚かわして、最後ここ R1 とね左スティックダッシュのところ、ダッシュドリブルで突破と。おすすめの練習方法なんですけど、本当にねもう基本体のこの R1 と普通に低速ドリブルを織り交ぜた真正面向く、ちょっとずらして R1、 スティックずらして R1、 スティックずらして R1、
やり方が全くわからないという方はもう最初はもうこの技だけでも全然いいと思うの でそこから少しずつ突破の R1 のスティックの入れるタイミングとかが分かってくると思うので、多分今作から PS4 のウィニングレベル始めましたという方もね多いと思うので、まあ、今までウィリやってた方はもちろん、これから始めた方も使いやすい R1 を使ったね今回ドリブル中心でご紹介させていただきました。はい、ということで今回ですねドリブル講座 PS4 第1弾、これからもガンガンドリブル系の動画を出していきたいんですけど、まだまだねちょっとどんな技が使えるのかとか、オンライン戦とかで試したり未知のねドリブル技とかも強技とかねあると思うので、その辺も含めてまたいろいろ動画やっていきたいと思います。ということで今回はおそらく今作ね一番使うであろうボタン R1 について、まあ、ドリブルとかも結構使えるのでぜひ皆さんも使ってみてください。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さん、また会いましょう。ドスクイピーポー。